力への意志は、ドイツの哲学者、フリードリヒ・ニーチェの後期著作に登場する、突出した哲学的概念の一つである。力への意志は、ニーチェの考えによれば、人間を動かす根源的な動機である、達成、野心、生きている間に、できる限り最も良いところへ登り詰めようとする努力、これらはすべて力への意志の現れである。本人の著作では、我がものとし、 支配し、より以上のものとなり、より強いものとなろうとする意欲と表現される思想である。ニーチェの著作といわれる権力への意志は、ニーチェの死後に移行をもとに、妹のエリーザベトが編集出版したものである。直接の影響を受けたのは、アルフレッド・アドラーである。アドラー心理学には力への意志の概念が反映されている。これは、 ウィーンの他の心理療法学派と対照的である。それらには、ジークムント・フロイトの快楽原則、ピクトール・フランクルのロゴセラピーなどがある。それぞれは、人の根源的な動機を別々に定義している。この言葉が交換された著書に初めて出てくるのは、サラトゥストラは、こう語った、第二部、自己彫刻の章である。そこでニーチェは、賢者たちが、すべての物事を、 思考可能なものにしようとする、真理への意志の正体が、一切を精神に服従させようとする力への意志であると批判している。すなわち、力への意志は、ルサンチマンと当初密接な関係があり、否定的なものとして記されていた。しかしやがてニーチェは力への意志を、肯定的な概念として捉え直す。あえて積極的にニヒリズムを肯定し、 ニヒリズムを克服することが力への意志となりうるのである。力への意志は権力への意志と訳されることもあるが、力への意志の力は人間型者を支配するためのいわゆる権力のみを指すのではない。また、意志は個人の中に主体的に起きる感情のみを指すのではない。力への意志は自然現象を含めたあらゆる物事の中でせめぎ合っている。力への意志のき抗が あらゆる物事の形、配置、運動を決めている。つまり、真理は、普遍のロゴスとして存在するものではなく、力への意志によりその都度生み出されていくものなのである。この思想は、ジルドゥルーズの際の哲学に受け継がれた。また長い人氏はこの概念を指して、力への意志というよりは、力エコール意志説と呼んだ方が良いと書いている。ニヒリズムにおける個々の人間は、 自分のルサンチマンのあり方をよく意識し、それを肯定的な力へ向ける代わりにもっぱら、ルサンチマンを晴らすことに生の理由を見出している。ニーチェの提起した超人の思想はまさにこのような事態を否定している。強者は凡庸な人間に自己を合わせたり、また弱者を見て己の優越感を味わうのでもなく、常に一層工事の生を求め己を推し進めることに、 ある。また、弱者が目標とすべきなのは、己よりもさらに弱いものを見て、相対的にルサンチマンを晴らしたり、ルサンチマンを事故に向けて、自分の生を否定するのではなく、常に強者が示す工事の生き方に憧れ、己がそのように生きられないにもかかわらず、なおもそれを望むということである。千の目標が、今までに存在した。千の民族があったからだ。 ただその線の首を一体とする首きが今もなお欠けている。人類はまだ目標を持っていない。だが、答えてくれ、私の兄弟たちよ。人類にまだ目標が欠けているなら、まだ人類そのものが欠けているのではないのか要約すれば、意識されるものすべては、一つの終末的現象、結論であり、決して何かを引き起こす要因とはならない。結局のところ、問題なのは、 人間では全然ない。人間は、克服されるべきであるからだ。四十七万八千六百七十六人間が、獣と超人との間に駆け渡された軌道の中央に、立ち、これから夕べへ向かう、斧が道を、斧が最高の希望として祝う時である。すべての神々は死んだ。今こそ我々は、超人が栄えんことを欲するその大いなる正午における、我らの究極の意志であれ。 ニーチェは、キリスト教主義、ルサンチマン的価値評価、刑事上学的価値といったロゴス的なものは、現にここにある生から人間を遠ざけるものであるとする。そして人間は、力への意志によって流転する価値を承認し続けなければならない悲劇的存在であると、する。だが、そういった認識に達することは、既存の価値から離れ、自由なる精神を獲得することを意味する。 それは超人へ至る条件でもある。力への意志という概念はナチスに利用されたが、ニーチェの哲学を曲解したものとする見方がある。ニーチェは力への意志を表すために多くの装甲を残したが、本人の手による完成には至らなかった。ニーチェの死後、これらの装甲が妹のエリーザベトによって編纂され、同盟の著書として出版された。ただし、 力への意志という言葉は、サラトゥストラは、こう語ったや、人間的な、あまりにも人間的なの中でも登場し、その概念を伺い知ることができる。このことは、力への意志という主題がニーチェにとって、著作としてまとまったものになるほど成長することは、ついになかったということであり、言ってみれば、ニーチェはその疑悪的なポーズにもかかわらず、彼のファナチックな読者たちよりもずっと、 慎重な性格だったということである。著作としての力への意思はニーチェの意思ではないという当然の評価は第二次世界大戦でのナチスドイツ敗北後にハンザー社のニーチェ参観著作集で編集者シュレヒタが同著作を80年代の移行からというアホリズム集に編集解体して初めて認知された。それまではナチス時代を通じ権力への意思こそが ニーチェの理論的主張であるというのが通念だったのである。ニーチェ著、原友役、権力への意思下かん、ちくま処方、ちくま学芸文庫、1993年、P216。今村ひとし編、現代思想を読む、実典講談社、講談社現代新書、1988年、ピアニッシモ、423から424。ニーチェ著、日上秀ひ役、 ザラトゥストラは、こういった上巻、岩波書店、岩波文庫、1967年、ピアニッシモ、193から194。関西人、真理の哲学筑馬書房、筑馬新書、2008年、第1章2。関西人、図解雑学哲学懐無者、2004年、P134。わかりたいあなたのための現代思想。 入門別冊宝島44宝島社1984年ピアニッシモ22から23長井人志ルサンチマンの哲学川出処防新社1997年 P142 武田誠治ニーチェ現代書館、1988年ピアニッシモ122から 24AB フリードリヒニーチェ思想参照日本語訳 にちちょ、原裕役、権力への意思上下官、ちく書房、防、ち学芸文庫、1993年。ありがとうございます。